れから私たちがキャンパスを案内します。それではレッツゴー。富山大学のキャンパスマップです。今日は大学会館からシステム工学部棟の方に向かって案内していきます。食堂です。食堂は大学内に2つありますが、ここが一番大きな食堂です。とりあえず一緒にご飯を食べましょう。食べたいものを選んでください。ありがとうございます。いただきます。ご飯を食べた後はデザートを買いに行きましょう。134円です。特徴がない。お昼ご飯の次は東1号館へ向かいましょう。ここは東1号館です。リベラルアーツの多くはこの建物で行われます。国際連携部門という留学生のための部屋があります。そこに行ってみましょう。ここではスタッフの皆さんといつでもお話しすることができます。レッツゴー。まずは経済学部棟です。経済学部では専門的な知識を学ぶだけでなく、課題を解決する力も身につけることができます。ここは観光学部棟です。和歌山大学の中で一番新しい校舎になります。では中に入ってみましょう。ここは観光学部の教室です。観光学部では地域の視点、そして国際的な視点から観光について学びます。2階は多目的スペースになっていて、友達と話したり勉強したり自由に使うことができます。次は教育学部棟です。子どもの成長を支援できる教員を目指してたくさんの学生が学んでいます。次は正面にある図書館に行きましょう。学生証をかざして入館します。この図書館には約74万冊の本があります。ここでは本を借りることができます。受付でも本を借りたり返したりすることができます。何かわからないことがあったら受付の方を頼りましょう。これから福日情報センターを紹介します。学術情報センターは和歌山大学の学生は誰でも利用することができます。ここには約130台のパソコンがあります。主にパソコンの授業はここで行われます。和歌山大学にはもう一つ食堂があります。元気食堂です。メニューは学生会館の食堂とほとんど同じです。次はシステム工学部棟を紹介したいと思います。工学部は社会をより良くするために勉強しています。10個の分野に分かれていて専門的な勉強をしています。以上でキャンパス紹介を終わります。皆さんもキャンパスを回ってみてください。和歌山大学での留学生活を楽しんでくださいね。皆さん待ってます。おはようございます。おはようございます。ようこラーメンや丼を頼むときは右に、おかずを頼むときは左に並んでください。ありがとうございます。